市は1741年が相当の技術が確立され、三嶋大社の花火大会に天城を越えて運搬して打ち上げたと記されています。今日披露します花火ですが、手筒花火2種類となります。この手筒花火は時間とともに色が変化していくのが特徴です。色の変わる様も合わせて皆さんお楽しみください。カートリッジ式、火花だけを楽しみます。そして縄巻きですが、火花と音を楽しむことができる花火となっています。さあ皆さん、違いを見ながらぜひ迫力満点の手筒花火お楽しみください。